圧倒的に安いってこれが憧れの英語脳です。皆さんこんにちは。ところで読書の秋ですね。皆さんは英語の本、洋書とか読んだりしていますか？以前の動画で映画やドラマが英語学習に役に立つよという話をしました。今日は洋書を読むことで私が得られた効果についてお話ししようと思います。もちろんご想像通り、本をたくさん読むと語彙力も高まりますし、読むスピードもアップします。でもそれだけじゃないんです。読書には映画やドラマで得ることができない効果があるんです。何が違うかっていうと、映画やドラマの場合は映像が内容を理解するのに大きな助けになっていますよね。でも考えてみてください。普段誰かと英語で話したりスピーチを聞いたりする時って、映像なんか目の前にないですよね。聞こえてくる音声を頼りに頭の中でイメージしませんか？例えば I went to the park っていうのを聞いた時に、頭の中に公園に行きましたっていう文字が流れてくることはないと思うんですよ。公園っていう情景を頭にイメージしませんか？なので本を読むことによって、文字情報だけを頼りに自分の頭でイメージする力が身につくんです。つまり英語の文章を読みながら頭の中でイメージすることができれば、日本語に訳す必要なんかないですよね。これが憧れの英語脳です。映画やドラマと違って自分で場面を想像しなければいけないので、私にとって洋書を読むことは、日本語を介さずに脳内イメージだけで内容を理解できるようになるためのトレーニングなんです。しかも読めば読むほど理解力はスピードアップします。私は現在 Kindle というアプリを使っています。昔は洋書といえばペーパーバッグだったんですけど、まあこんなありさまです。なんかもうこんなボロボロになって、なんか朽ちてしまっています。なのでデジタル書籍って本当にありがたいですよね。いつでもどこでも思い立った時に読めますし、皆さん多読といえば辞書を使わずに読み進めるっていうことをよく聞きますよね。私はですね、1ページに5個以上わからない単語があるものは選びません。例えば私が以前読んだもので、こんな風に黄色くなってるところがわからない単語で印つけたんですけど、こんな風にですね、大体単語の意味を知っているっていうものを使います。文字情報だけでスピーディーに脳内イメージを膨らませるトレーニングなので、わからない単語がありすぎるとただただ苦痛でしかありません。でもやっぱり知らない単語はまあちょこちょこ出てくるわけですよ。そうなった時にはまあ推測します。とは言ってもですね、知らない単語があるのはちょっと気になる性格なので、昔はですね別に辞書を使って調べてたりしたんですけど、この Kindle のいいところは、知らない単語があったらこんな風に、例えばこれこう長押しして、こうやってやれば意味がここに出てくるし、しかもですね発音までしてくれるんですよこれ。Exasperating. でもって、しかもここにここメモ帳機能があって、メモ残したかったらメモ残せるっていう、本当に便利なんです。なのでもう洋書はですねデジタル版でしか読まなくなりました。でどういう本を読めばいいのかってことですよね。もうそれはですね、好きなのだったら何でもいいんです。ビジネス書でも小説でも伝記でも何でもいいと思います。参考までに自分のことを話すと、私は映画化された小説を読むのが好きです。と原作と映画版を比べるのがすごい好きなので、まあ、それを楽しみに読んでいます。具体的に言うと、例えばさっき見せたこういうあのボロボロになったフォレストガンプとか、あとは日の名残っていうやつとか、グレートギャッツビーとか、なんかそういうものを読んで映画と比べるのが好きです。でしかも Kindle のいいところは、圧倒的に安いってことなんです。そのグレートギャッツビーだったら0円でゲットしました。でも皆さんが気になるのはレベルですよね。 Amazon ではレクサイル指数って言って、 TOEIC の自分のリーディングのスコアで自分のリーディング力のレベルに絞って本を選べるようになっているんです。では実際に Amazon のサイトを覗いてみましょう。まずこれが Amazon の PC 画面です。で、ここのメニューバーからですね、
この本、コミック、雑誌っていうところに行きます。この Kindle のところではなくって、こっちの本、コミック、雑誌というところをクリックします。そして、この要所っていうところをクリックします。そうするとね、出てきます。で、ここにですね、難易度別リーディングガイドっていうのがあって、これで、出てきます。これがレクサイル指数と呼ばれるもので、この L がついてあるのがこの数値です。で、レベルごとにこう高くなっていますよね。そして、TOEIC のリーディングスコアから探したい場合は、ここにあります。で、左側のこの数値が TOEIC のリーディングのスコアです。で、こっちの右側の L がついたやつがレクサイル指数になります。で、例えばですね、私の TOEIC のリーディングスコアは460点なので、ここのところをクリックします。そうすると、こんな風にそのレベルに合ったものが一応出てきます。ただですね、このレクサイル指数で振り分けられた本っていうのが結構ジャンルによっては本当に難しいものもあるので、あくまでも参考っていうことです。で、まあ見てみると、まあこんな風に圧倒的にペーパーバッグとこの Kindle 比べたら全然値段違いますよね。例えばですね、イーロン・マスク、この人にめちゃめちゃ興味がある人は、ちょっとクリックしてみて、で、これを購入する前に必ずしなきゃいけないのが試し読みです。じゃないと、本当に、あまりレクサイル指数を信用しすぎない方がよくって、こんな風に試し読みをすると、こういう風にちょっと中身が読めます。この中身をざーっと見てみて、知らない単語があんまり多いとやめた方がいいです。じゃあ、例えばですね、自分が読みたい本がどのぐらいのレベルかを知りたいときは、これです。これが本のレクサイル指数を調べられるサイトです。このオレンジのレクサイルツールっていうところの Finder Book、ここですね。これをクリックすると、こんな風に出てきます。で、ここのサーチボックスに、私の好きな、日の名残の英語タイトルを入力します。これです。出てきました。The Remains of the Day。で、ここのところに 1210L って書いてありますね。だから、この本のレベルが、1210L っていうことです。で、これで、本のレベルが分かったところで、また見て、1210だったので、だいたいですね、このあたりですよね。ほんとざっくりでいいんですよ。あんまり当てにしすぎない方がいいです。でもだいたいわかりますよね。これぐらいのレベルなんだなっていうことが。どうでしょうか。最近は本を読む人が減ったってよく耳にしますけど、実際私はですね、イメージで内容を解釈していくっていうことを続けていくことで、いろんな表現や語彙が脳に定着していく感覚がすごくあります。なので、読書とか妄想が好きな人は、ぜひこのやり方で英語学習やってみてください。すごく役に立ちます。ということで、秋の読書のすすめでした。この動画が少しでも役に立ったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録ボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。そして、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。